八戸市博物館は、青森県八戸市にある、市営博物館である。八戸市博物館は、八戸市根城に位置し、中世南部市の城石根城の敷地に立地している。根城の広場が隣接しており、中世の城石や、復元家屋がある。八戸市博物館が建設される以前はこれかは、高古館。 八戸市歴史民俗資料館に埋蔵文化財が収蔵されていたが、秋山さつき次郎八戸市長より、八戸市市政50周年記念事業の一つとして、博物館が建設された。開館当時は、私立博物館としては大規模な博物館であった。八戸市内で発見された土偶や土器。 古代たちの一部、農具や漁具、伝統の祭りエンブリア八戸三社大祭に関する資料一万点を収蔵している。縄文時代から安土桃山時代、八戸城出土品を含めば近世までの遺物が展示されている。古代の展示には2018年に重要文化財に指定された丹後平古墳文出土品が新たに列品されている。これらの資料は 飛鳥時代から平安時代末期に位置づけられるもので、律令制の外にあった東北北部の末期古墳からの出土品一括。王道制で三類館内にしかみを配する塚頭は、例がなく、造眼と土金を併用した精緻な作り。わらび手刀や片頭立ち、多種多量の玉は末期古墳に特徴的な副装品。恋に底部を書いた時は、 祭祀の姿を伝えるとされている。1989年に八戸市の風張一遺跡から出土した合唱土偶は1997年の重要文化財指定の後、縄文時代の習俗などを知る観点など、学術的な価値が高く評価され、2009年7月に国宝に指定された。2011年3月まで同館で展示された。 現在は、2011年7月に開館した、八戸島遺蔵文化財センター、これ川縄文館に展示されている。2000年1月に皇太子成仁親王が見学した際に、当時の八戸市長からレプリカが贈呈された。後に、愛子内親王誕生に関連して、祈りの土偶、癒しの土偶としてこの土偶が、女性週刊誌に報道されたこともあった。 博物館にはねじろ、南部市に関する古文書、武具などが展示されている。森岡南部市から分かれた南部八戸藩二万国の様相を、絵画や八戸城の復元模型、鶴姫の婚礼調度品も展示されている。重要有形民族文化財、八戸を呼び、周辺地域の魚老用具と浜小屋の一部が収蔵展示されている。昔話、 民用、南部地方の方言での会話などを知ることができる、無形展示資料室が設けられている。2014年1月のリニューアルオープンで設置された、八の絵発見伝では、これまでの音声に映像を加え、蒸気コンテンツのほか市内小中学校の校歌、芸能、祭り、観光情報を、タッチパネル PC で知ることができる。ありがとうございます。